参政党議員が日本一多くいる町、飯能市からやってきました。埼玉県第9区国政改革委員、大津努です。皆さんこんにちは。埼玉9区国政改革委員、大津努でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、昨日は3月8日、ミツバチの日でございました。日本には日本ミツバチという在来種がいて、その天敵はスズメバチです。スズメバチはこの日本ミツバチの巣を襲い、そして巣に残されたミツバチの幼虫をスズメバチの幼虫に餌にすると、そういう生態でございます。日本ミツバチはこのスズメバチに対抗するために、一匹の力では到底叶いませんから、一匹のスズメバチを多数の日本ミツバチで取り囲み、抱きつき、そして蜂球というミツバチの数センチの玉を作ります。そしてその蜂球の中でミツバチは一人一人胸を振動させることで熱を発生させ、そしてその蜂球の温度を46度から48度の高熱にすることで、そのスズメバチを熱と酸欠にすることで退治をする、そういうのがこの日本ミツバチの生態でございます。もちろんその過程でスズメバチに噛み殺されることもありますから、日本ミツバチは命がけでその子孫を守るために自らの身の危険を顧みず、そのように身を挺しているわけでございます。さて、日本も今現状はこのミツバチとスズメバチの関係のように脅威にさらされているんです。その脅威とは世界のグローバル金融資本でございます。このグローバル金融資本は日本をはじめとする世界各国の国々の資本の力で、その企業やマスコミ、そして政府ですら資本の力でコントロールをし、その金融資本が作ったルールを世界の一つのルール化をし、自分たちの商売がやりやすいようにしているのがこのグローバル金融資本。今日本はその脅威にさらされているんです。しかし本当の脅威はそういう脅威だけじゃなくて、そういう脅威だということを今日本人が知らされていない、自覚していないことが一番の脅威なんです。だから私たち参政党は本当にこのままではまずいから、なんとか今の子供やこれから生まれてくる子供たちが本当に幸せに暮らせるような、そういう国づくりをするために、まずは今この脅威だということを皆さんに知ってもらいたいんです。だから私も今現職の市議会議員もやっておりますけども、政治の力でこの日本を変えていく、その覚悟を皆さんに伝えたく、今日ここで立たせていただきました。ご清聴ありがとうございました。